ロンロン和装チャンネルへようこそ。総支配人のロンロンです。今日はですね、先日名古屋三越のタンス屋さんっていうところでですね、お正月の、もうお正月っていうか、もうお正月過ぎた、だいぶ過ぎましたけど、1ヶ月ぐらい後なんですけども、まあ明けましておめでとうございますって言ってご挨拶に行ったんですけど、その時にですね、ちょっとバトルを店長といたしまして、ロンロン完敗でした。もう全然歯が立ちませんでした。これ何やったかっていうと、反物の早巻き競争をしたんですね。やっぱね、さすがにね、プロです。めちゃめちゃ早い。やり方をそのやる前にちょっと教えてもらったんですけど、こうなんか小指でこう回してっていう風に言われたんですけど、回んない、全然回んない。本当にね、だって私がやったのの倍ぐらいのスピードで巻いていくんで、もう全然太刀打ちできませんでした。で、あまりの悔しさに考えました。リベンジする材料、これメルカリで買いました。反物で負けたので、反物で勝負です。反物で負けたので、反物を買って練習して勝てるようになりたいと思います。難しいですよね、本当に。簡単にあれなんですけど、伸ばすのはね、まだいいんですけど、はい、切れました。で、反物って私初めて本当に触ったので、どんな感じか全然分かんなかったんですけど、こんな感じなんですね。開くのはね、当然早いんですけど、これを巻かなきゃいけなくて、これがこう自重でね、どうしても下に引っ張られてっちゃうんで巻けないんですよね。んで、これちょっと真面目な話、練習してせめてね、もうちょっといい勝負できるようにちょっとなりたいと思います。めちゃめちゃ早かったんで、難しいですね。めちゃめちゃ早かったんで、連長がちょっと悔しすぎて、なんとかしたいなと。ちょっとビデオ見ながら、そうですね、1ヶ月ぐらい練習すればちょっといい勝負になるかな分かんないですけども、まあ、こんな感じでね、多分こういうのって毎日やってればなんとなくこうコツというか、あ、どうやったら負けるんだねっていうのが分かるはずなんで、その分かるだけでもなんか知りたい感じはあります。なんかこうやって回してましたけどね、回んないですね、そんな簡単にまあまあまあ、素人がね、もう二十何年商売でやられてる方にそんなすぐに勝てるはずがないので、もっとなんか違う方法で巻く方法を考えなきゃいけないのかな。多分そんだけの、ね、年数やられてるってことは、その巻き方が一番効率がいいはずなんで、ちょっと考えてやっつける方法を編み出したいと思います。はい、今日はですね、こんなところで、動画を終わっていきたいと思います。必ず、タンス屋さんの店長さんにはリベンジさせていただきます。はい、この動画ね、面白いなと思えばですね、チャンネル登録、いいねボタン、フォローお願いしたいと思います。またね、こんなアホなことも真剣にやってますんで、どんな企画でも構いませんので、寄せていただければ、ちょっとずつね、まだちょっと寒いか、まだちょっと寒いですけども、まあ、もうあと1ヶ月もすると、暖かくなってきますんで、そうすると、
ちょっと軽い感じの着物着て外で出れるかなっていう、気がしますんで、そういうのもあるんでね、コメントいただければと思います。それじゃあ、またね。バイバイ。